続きまして、1、2年生の皇室行きます。2020年の10月、こちらですね。赤い表紙のこれになりますが、えっと、もう一度ちょっと同じこと言いますけどね。こちらね。えっと、皇室、学生部、皇室の昇級試験があります。そして、1、2年生は心に思っている言葉はっていう、こちらの文章なんですが、えっと、11月15日締め切りと書いてあります。ただ、 はい、えっ、ー、と、私のところには10月の末日にまでにください。でですね、普通の、昇級試験ではない普通の方の課題ですね。これはもう先月皆さんやっております。えっ、ー、と、これかな秋は空気が隅って書いてあるこちらの文章と同じ締め切り日だよっていうのをね、覚えておいてください。で、もうすでに提出済みの方は 結構ですのでえっと今回は小級試験の方だけに集中してくださいねでは、えー、1,2年生書いていきましょうこちら今回ね全部ひらがななんですよ漢字が一つも入ってなかったの、まあ、こういう時もね時々ありますけどなんならこういうの4月に持ってきてくれればいいのになってねちょっと思ったりしますけどねはいでは行きます心子がいっぱいですね今回ね いきますよ。スーッとだんだん太くなって力抜いてそこから受けるようにまた強くなります。これ難しいですよね。ここもう一回スーッと切って強くなったらスーッと抜けてまた優しくから強くってこれ本当と毛筆と一緒ですこれ。この状態でえっ、ー、とねちょっと形見てもらえると。 うーんどちらかというとちょっと下がってますよね。膨らみながらも下がってるんです、これ。線質は膨らんでるけど、形は下に下がってるっていうところが、なかなか難しいところです。はい。ろです。ろは三角形をイメージして、だから上はキュッとしながら短いんです。長くしちゃいけません。で、ここから、 こっちねこっち向きにキュッて置くんですよそしたらこっちにこうあんまりこれやりすぎると変ね今ちょっとやりすぎちゃったキュッてやったらすっこっちこういうライン持ってきたいからねこうしたらこうしといて真ん中でこういうふうに切れるかなっていうぐらいが綺麗ですところに2はえっ、ー、とこうやって棒のある字はここ。 うーんと今、ここ、高さがここですよね。で、ここと揃えない方がいいです。ちょっとだけここに隙間がこうあ、空いてるかなっていうぐらいに持ってきたい。そして、ここ、このようなこれありますけど、これは下がらないんですよ。こうに来て、ここから横にして強くなっていきます。ちょっと横と思ってください。で、こうしたら、次は下がります。 うん子とちょっと違うなっていうところをねあのしっかりやってくれればいいと思います。して「お」です。「お」は中心線を感じておいてそれより左左にキュッと上がりたい短いです。でこの時中心線縦の中心線はこれでいいですよね。横の中心線どの辺りにあるかって言ったらこの辺にこうやってあるんですよ。でほら位置関係見てください。結構下の方この 横の中心線に結構近いいなっていうところから始ままってますよねこういうところを見てでこの線に対して真ん中を貫くのそれとも右寄りなの左寄りなのっていうところを見てくださいどうですかこれこれ左が結構空いてて右がこれしか空いてないなっていうの分かりますよねっていうことはここ一画目キュッてやったらこういうラインなんですよ上。 上に行けばいいいと思ってくださいこれここっちに行くくんじゃなくてねこういうふうに上そこからのここ今のポイントキュッてちょっとだけ内側に内側って言わない左側にキュッて入ったこれがあると毛筆の時とかもこの動きを加えてあげるとひらがなのお「お」とかねこう結びの部分っていうのはきれいにいきますのでちょっとやってみてくださいで今話しながら喋っちゃ,しゃ違う話しながら進んでましたけど ここ横にふわーって膨らんで下のラインはここより落ちてこないように少し隙間があってもいいぐらいだよっていうところそこからこういう風に上がってきて点ですからこれね優しくから強くなるっていうところをやってくれるといいかなはい次はもですこういう風に膨らんどいて12 ちちっちゃい2ですけどこの辺ちっちゃいって言ってもあまりちっちゃすぎないでください結構あのこちょこちょって何て言うかなほんとちっちゃく書いちゃう子いますけどあんまりそれをやんないように意外としっかりめですねはい次です手ですねキュッと上がってふわ っていう感じそう。スピード感で言ったら、ギュッてここ早かったですよね。グイーンってね。行き先がしっかりともうここだと思ったら、ギュッといっちゃってください。考えながらビーってやると、それはもう選出に現れてしまいますので、もうね、狙いを定めてギュッて行ってくださいね。で、これもそうですよ。イっていうのは、ここの、このマスね。マスがここにあったら、 目いっぱい使うわけないじゃないですか。おかしくなっちゃうから、ビーって長く引かないよね。っていうことは、上とか下とか開くんですよ。横にこういう形をしているなーっていうのが分かったら、あ、この辺かーって思って、で、斜めだよね、これねっていうところをまず捉える。で、ただ斜めって言ってもまっすぐな線に見えない。ですよね。見えない。 はずですだからどうにしたらいいんだろうこれはこっちからこう入ったらこの辺で力が強くなったらこうなるっていうことそういうふうに線を見てくださいギュッと力強くなったらまたふこうふって力抜けてってここから受けるようにしてまたふわーっギューってまたこういうふうになってっていうふうにすると太さに差が出てきます。でその辺ねやってください。 でえっ、ー、とさっきロー書きましたねそれとルアー似てますキュッとしといてこちらにキュッとこうねこのぐらいのラインで持ってくるでこう横に広げるような感じにしてここあの真ん中の線を通り越して上がってきます少しだけでトントンっていう風にするとルアーは上手に書けますねはい、またこうがきますこう下がってでこうですね うん、はいと、しっかり入れといて、すっとちょっと力抜けてくるような感じ、その時に中心ラインに向かってくるようなイメージにして、そこからポンって飛んでください。で、下じゃなくて、横と思って進むといいです。すっと、その時に、ちょっとお尻出すぎちゃったかな、これ。とんがっちゃいましたね。今、ちょっと尖りすぎるとあまり良くないんだけど、えっ、ー、と、すっと力抜いてきてくれると、うん、いいかな。 もう一回書いてみましょう。こちら側に。スッと来たら、こちらから力抜いといて、またここで入ってくるような。この辺に向かって力をシューって抜いて、またぎゅーって。その繰り返し、スーッと抜いて、スーッとまたなんか入ってくる。そういうのがひらがなね、難しいですよね。見て覚えてもらえると、そう、それとあと手本をまあよく、よく見るっていうのは、 うんとただ単に眺めてるのとちょっと違って指でなぞりながらこの強さはどうやって出してるかなってど,どの程度なものかなっていう感じで、うん、想像してもらうぐらいやった方がいいです本当はね飛ばはこれとかもだからスーッとだんだん強くなってますよねこっからでしっかり止まるんですよ一回止まっといて狙いを定めてここ跳ねた後はこっちだなって っていうそこまで考えてます今ここの状態でだからその止まってっていうのはその先を見,見てるからね先を見て考えてますよでここからこういう風に力を抜くように跳ねてきてここからスーッとまた来て一旦止まってはいまた考えて次右寄り上から来て下の方少し空いてますよねこういうとこねもうそのそのぐらいまでちょっと確認しておいてくださいでここから こうに来たら、はい、早めに曲がる。で、トントン。っていうふうに、うん、止まった時に考える。そう。だから止まんないとダメってことですね。くるくるくるって言っちゃうと、やっぱり、ただの、なんか迷路書いてるみたいな、ただの線になって、同じリズム、リズムな感じだとちょっとダメですね。はい。 こうです。こう、こんな感じ。少し下がり目。こちらも、こちらからの、スーッと持ってきて、このぐらい。で、ロー、ローですね。えっと、2回目。こっからの、ぎゅっときて、横に広げて、真ん中で切るぐらいなイメージです。で のいきます。のは、ここ真ん中から始まってみ、み左、左のこのあたりですね。ここを見ておいてください。このぐらい隙間を開けましょう。これが結構長さが目いっぱいあるとすっごく大きくてね、おかしな感じなんですよ。このバランス、全体のバランス見ておかしくなっちゃうので、このぐらい下に隙間がある。で、書き出しはこの辺なんですが、こうになって、ほら。 マスがあってあこのくらい空いてるなーっていうのとかちょっと見てくださいねでこそれが大事ですこっからのスッと来てこの時にあんまりギューって強くやんなくていいですよスーッと力抜いてくるぐらいな感じででこう回ってきて力この辺で入ってきてまたスッと抜くようなこんな感じですの毛質でもこのあたりゆっくりねってよく言うんですけどその辺ねあの リズムっていうのはその辺でつけます。そして、2。2はこういうところを広めにしたいんですが、これもこういうふうにちょっと上がってきて、 で、下に向かって、この真ん中あたりで切るようなイメージ。で、かは左右分かれてるような字です。こう上がってきて、こういうふうにまたちょっと内側に入ってください。ここ。真下に来ると変ですからね。で、こうに来たら、ここです。こんな感じ。これとこれ、ちょっとこういうふうに斜めになってて、それ支えてあげようっていう感じのこの線質。ここにしっかりとした膨らみを持たせてくださいね。 で、最後ですね。ちょっと文章意味がちょっとわからないです。これは通じにくいですね。これね。よく <laughs> 読んでみてください。また全部ひらがななので余計わかりづらいですけどね。はい。小2です。いきます。小2。はい。では、こちらで、えー、10月末日までですね。よろしくお願いします。